ではね、早速ですがインタビューを振り返っていきたいんですが、うん、第一印象が舞台を見てたんですね。そうなんですよ。実は、うん、これ話したことないかもなんですけど、もよちゃんが出てる舞台を見てたんですよ。私知ってた、それ。あ、言ったことあるっけ。なんかあの共通の友達がいて、うんうん、もよちゃんと、でその子が出てるからって言って見に行った時に、そのもよちゃんも印象に残ってて、その舞台の中で、うん、え、待って、それさ、うん、その帰り一緒に帰ったやつ、うん、でそうなんですよ。でその舞台が終わって、その友達にこう面会して、いや一緒に帰ろうよみたいに話してた時に、すごい似てる、今のすごい似てる、もよちゃんっていう子もすごく仲良しだから、じゃあ一緒に帰ろうみたいな、謎の初対面で一緒に帰るということを、実はね、スターライト始まる前にあったんですよ。あった、すごい、よく分からず一緒に帰ったんですよ。帰ったね。そう、え、その時お互い共演するって知ってたの？いや、全然知らんかった。知らなかった、知らなかった。運命や、うん、そう、運命よ。そうだわ、後々 ね、そう、あれあの時のみたいな感じやったけど、そうだそうだ、うんうんうん、懐かしい。その時は知らずに、なんか普通にね、なんか質問とかしやって帰ったけど、新宿、ね、新宿でね、新宿の、そう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 、帰った感じだった。すごいね、運命ですよね。懐かしいわ、一緒に帰ったわ、そういうの。うん、